赤ですよ、ボルボさん。三河ナンバー8、完全に赤から行っちゃったよ。これほんとおかしいよね。信号無視なんでいけないか、もう皆さんね、説明するまでもないと思うんですけど、赤になった時にこの停止線手前から赤で突っ込んだら、もう完全なこの信号無視なんですよ。で、仮に右折事故とかしたら 100% 信号無視した側が悪いと、いわゆる過失割合0-10ですかね。信号無視するとそれだけ責任が重いんですよね。これどういうことかっていうと、もし対向車線で右折の人がね、当たり屋だったらどうするかっていうと、はい、ドラレコつけといて、あいつ赤で突っ込んできたな、よっしゃ前に出て右折事故してやれみたいなね、これあるんで、本当にね、信号無視はね、危ないんです。やめていただきたいですね。全く理解できないですけどね。黄色で安全に止まってね、本当に楽しく行ってほしいと思います。気をつけて。